あれ何切ってるよね。切って戻していくって感じだよね。ただやっぱりタイヤやっぱすごいね。あーやっぱ動かないね。リスク上等切ってたよ。350、60、70、80よ。やったら前人未到。よしね。いやすごい。いや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 、すごいもの出しましたね。すごいものを体感しましたね。はい、なんだ、久しぶりにあれ3年、4年ぶりなのかな。2012年でしたっけ、はい、前回。はい、俺はね5年間このテストはね、はい、やらないって言ってたんだけど、やっぱりやっぱりやることになってしまって、はい、改めてですね行ったんですが、いやすごい結果出ましたね。俺もまさか出るとは思わなかった。いや言っちゃいけないの、言っちゃいけ言っちゃいけないね、ここね。言っちゃいけないね。まあ とりあえずですね、はい、一応番組の冒頭言っておきましょうか。社長からじゃあ、はい、はい、この番組はモータースポーツを通して人々の生活に活力を与え、文化として創造する、はい、はい、そんな番組でお送りしておりますが、改めてですね、今回の、映像はですね、まあはい、ヤングマシンの、はい、テストで行ってきましたので、はい、この結果はヤングマシンでやるんですが、私としてはですね、まあ本当にこの最高速チャレンジみたいなものはね、なるべくやる回数は減らしたいなと、うん、まあ思っていたんですが、まあ改めて実はあるっていうのが出てきたんでね、また改めてこうテストになったんですが、もうすでに高速周回路では、まあ、限界に来てるかなと思うんで、まああとはライダー同士がね、いかにせめぎ合って危険な目に遭わないようにするかっていうのを一生懸命ね、現場でこっち俺は抑えに入ったって感じかな、うん、もうやりすぎたらねえ。あれだってさ、あれだって社長にも3回か4回か乗っけたらさ、はい、絶対チャレンジしますよね。始めるよね。始めるよね。だって見てて、まあ見てると楽しそうですよね、雰囲気は。いやでもさ、その場、いや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 、もうちょっと本当にバクバクですよ。僕はあんまり乗りたくないって思うぐらい、うん、1回2回は乗らせてもらいましたけども、あの鶴田くんだってね、笑顔でにっこりやってるけど、あれは演出であって、ああ本当もう、はい、鶴田くんが最後にね、いやもう そろそろやばいよって言ってるの、あれ本当にやばいんだ多分、うん、っていう思いをね、この後は実際にはヤングマシンが、はい、1月ですね24日発売なんですよ。2016年最初の1月24日に発売なので、はい、24日発売なんだけど、日曜日ですね、24日ね、1月23日には書店およびコンビニに、はい、あのこれまだね、去年のヤングマシン、ヤングマシンがですね、書店コンビニに並んで、ここに DVD としてそのチャレンジ企画がですね、はい、見られますので、ぜひですね、はい、1月23日、はい、皆さんはですねヤングマシンを購入して、はい、この続きというかですね、フル内容ですね、40分ぐらいあんのかな、ディレクターさん43分43分ぐらいでまとめてるんだよね、なんと。え、いやで、あれですよ、広げた、あーいやなんてこと、あれダメなんす、あ、ダメだ、あれダメ、そこはまだですね、あのヤングマシンを見てからに、ヤングマシンを見て、はいはい、あのおーって思ってもらえばいいんですが、はい、もちろんね、この話だけではなくて、うん、このあとどうなっていくかっていうのもですね、実はまだ続きになってるんですね、まあ、そういうタイトルでやってるんでね、続があるってもうやめてよって感じだけどね。僕はじゃ あのタイヤの空気圧見とくんで、うん、よろしくお願いします。まあ俺もそろそろこのこれはね、もうそろそろ俺の中でもね、最後かと思ってるんでね、実はこのねではまあこの後はまあ神永社長がね、この後10年かけて命をかけていただければ、はい、でも思い出しても緊張する、映像を見ても緊張しますね、はい、はい、という感じで、はい、ヤングマシンのですね、DVD の、まあ
お知らせという形になりました。はい、この後は、はい、あ、いけね、ちゃんと回してなかった。な、60秒 CM です。さあ、私の方からは、はい、昨年もお知らせしたんですが、このモーターステーションもですね、2016年度から新たなる、年を迎えるということで、はい、求人募集ですよ。モーターステーション編集部、ここです。ステーション編集部で、まあ、カメラを撮ってくれるとかね、はい、あとは現場に行って車とかバイクの移動とか準備とかね、これも結構あるんで、ぜひそれをですね、やってくれるスタッフ募集、はい、これはね、アルバイトかでもいいです。とにかく今後の映像をね、作っていくのに興味がある人はですね、ぜひですね、問い合わせていただければと思います。問い合わせ先はなんか出てきたぞ。問い合わせ先はこちら、info@wizmeracing.com および電話番号 03-5838-7397。 こちら wizme なんですが、ホームページは wizme で検索するか、丸山博士で検索していただければ出てくると思います。ぜひスタッフ来ていただければと思っております。はい、もう一丁、社長からもう一丁60秒 CM です。はい、今回の60秒 CM はなんと、じゃん、今年力を入れると宣言した二輪の車両販売からスタートしたいと思います。まずはですね、こちら、あ、まあ、R1000 レーサーと書いてありますが、二輪のレーサー中古車販売を、まあ、改めて、今までもちょこちょこやってたんですが、始めたいと思います。中古のレーサー持て余してる方、次の車両に乗り換えたい方、売りたい買いたい、いつでもお問い合わせいただければと思います。参考までに、こちらのレーサー今うちに在庫があって、乗り出し60万円ほどでお渡しできるかと思います。気になる方はお問い合わせください。お問い合わせ先はこちら、 WizMe で検索、丸山博士で検索、もしくはこちらですね、じゃん、info@wizmeracing.com 、そして 03-5838-7397、 お電話でも承っております。ぜひよろしくお願いします。おー、すごい、時間もピッちょっと 余ったな。あと意外とカメラ目線を使ってないで、まあいいんだけどね、そんなことはね、久しぶりですから許してください。そうですね、まあ改めてですね、はい、まあ、こういうパターンね、マルチャンネルならでは、モーターステーションならではですので、ね、放送の仕方をね、また作っていきたいなと思ってますので、ね、はい、今年もね、はい、あの本当にモーターステーション、よろしくお願いしたいと思います。ということで、はい、以上かな。以上で、はい、言い残してることはないね。絶対見てください。あー、言った。ということで、また来週お会いいたしましょう。さようなら。